こんにちは、はっちゃりです。皆さんは最近電話してますか？電話って顔が見えない分逆にドキドキしません？ということで今日もあいつにやられました。女友達に斉藤さんで出た人にドキドキしちゃう催眠術かけてみた、だそうです。よくこんな企画作ってあげちゃう。ちょっとちょうだい。なんて見つかるで目を覚ますと、あなたは斉藤さんで出た相手全員にドキドキしてしまう。そう、声を聞くだけでキュンキュンしてしまう。そして口説きたくもなってしまう。そしてこの催眠術をかけられた記憶、催眠術という概念が頭から消えている。見つかると必ずそうなる。一つ、二つ、三つ、アクセス。ちょうだい。はい。サンキュー。斉藤さんって知ってる？知ってる。やろうぜ。マジか。オッケー。やってこ。じゃあ早速やっていきましょう。やっていきましょう。どう？緊張する？いや緊張するよ。話すの苦手だから私。こんな喋ってんの俺と？人と。俺も人だよ。もしもし。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。何してんの今？一人で家でゴロゴロしてた。そうなの。何してたの？え、同じく一人で、うん、してる。そうなの？そうなの。ナウなの今？ナウかな。ナウか。なんでけんの？いや、待って。いやいや、ちょっと やばい人だったじゃん今。イケボだったじゃん、めちゃくちゃ。いやいやいや、そこ。あー、マジか。いやいや、やばい人だったじゃん。ちょっとキュンキュンしてたのに。いや、だって何してたか聞こえたでしょ。ふふじゃないのよ。じゃないのよ。じゃあ次行こうかな。もうじゃあ、止めないわ。止めないで。止めない。もしもし。もしもし。こんにちは。何歳ですか？25歳です。69です。よし。19歳。なんて言うんですか？チカです。チカさん。なんか名前言われると照れますね。え、まだから呼びますよ。え、じゃあ会ったら言ってくれないんですか？会ったらもうそう、当たり前だよね。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 めちゃくちゃ声かっこいいです。ありがとうございます。言われません？いや、そんな。絶対言われる。なんか眠くなる声してる。寝ますか、じゃあ。一緒に。ちがさん、何してますか？お家でゴロゴロしてる。じゃあ、一緒にゴロゴロしましょう。はず。いいよ。やった。かわいい。かわいい。いなくて、逆に彼女いますか？はい。よっしゃ。よっしゃ。タイプはじゃあ。なんかこれ言うとあれだけど、お姉さんの方がいい。あ、じゃあ私ですね。そうです。よろしくお願いします。お願いします。会ったらいっぱい可愛いって言ってくれますか？うん。付き合いますか？早いな。早かった？ちょっと両思いかなって思ったんだけど。だいぶ両思い。ん？両思いですね。両思いやんな。じゃあ付き合いますか？なんだろう。わからん。マジか。ん？
てか、チカさんじゃなくてチカでいいよ。俺のチカをそんな風に呼ぶな。俺のチカは本当にそういうものではないんですけど、なんかあの本当に今なんか隣でキュンキュンしてる。どうします、今後 LINE 教えてください。え、どう、彼氏さんですか。彼氏じゃないです。どういう役職の方。催眠術師です。ノーコメント。切れたやん。催眠術師って言ったら切れたやん。だから人の恋はさ、いやいや、だって恋そんな何回もしちゃダメだよ。本当に好きすぎてな。だって会いに来てる。いやいや、本当に、いやいや、もう。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。なんでここにいるの？一緒にやろう。一緒にやろう？何を？やった！どう、俺の腕谷はどうだった？毛が見えてた。パワー。そんなことされてさ、キモとかじゃない？うん。なんで？なんで？いや、おかしいおかしいおかしい。なんか可愛かったよね。可愛くないじゃん。大丈夫そんな。何が笑ってんのかよくわかんない。もしもし。もしもし。何してるの？今一人でお家でゴロゴロしてる。どうしてるの？ゴロゴロして。何してる？何してる？何なの？サインどけ。なに、ね、何やってんの。おい、おいおい、うわ、無理、やめろ、やめろ。ねえ、ほんとに、やめろ、私のケトちゃん、やめろよ。やめてよ、やめて、やめて。